はい、ふそ古着チャンネル K 編集長です。今日はちょっとね、明日2020年12月24日、京都の河原町に、ユーズドを拡張する進化型古着屋森というお店がオープンするんで、その紹介をしたいと思っています。もともと中崎町にあったお店ですね。今回移転されて、京都の河原町に移られるということで、大阪のお店から京都のお店に変わるんですけど、もともとスピンズさんの業態の一つなんで、まあ、スピンズの創業の地は京都ということで、新京極にあったんでね、もともとね、まあ本拠地に戻られるというようなイメージですかね。まあちょっと、古着屋さんの中でもすごく新しい取り組みをたくさんされているお店なんで、ちょっと紹介したいなと思っています。で、結構中崎町にあった時にでもね、お店でいろいろ店内撮影させていただいたことがあって、写真いっぱい持ってるんで、それをまあここにどんどん出しながら、紹介していきたいなと思います。森さんね、やっぱり最大の特徴はユーズドを拡張する進化型古着屋という、まあユーズドを拡張する進化型古着屋とは何やということでね、そういったところを紹介したいと思っています。もともとはまあ、25年ぐらい前ですかね、新京極でジェットラグシーというお店から始まりまして、でその後スピンズに名前が変わって、で全国展開されて、でその中の業態の一つとして、森が、まあここ数年の話ですね、生まれたんですね。で森の生まれた背景というのが、アパレル業界の、まあ、最近のすごい大きな問題になっている大量生産、大量廃棄、大量消費というようなところに一石を投じられるようなイメージで、作られた業態で、ユーズドを拡張するというのはですね、まあ普通に、古着は売られています。メインはアメリカ買い付けで、アメリカ古着を中心に、世界中から集められた古着が売られています。でその他にね、さらぎも、少しありますかね、セレクトもされています。でそういった古着屋さんなんですけども、その中で、まあ、ユーズドを拡張する進化型古着屋ということで、古着をね、ただ単に古着として提案するだけではなくて、サラギとのミックスで、スタイリングを提案されたりとか、それからアップサイクルっていうキーワードを、作られていて、そのアップサイクルっていうキーワードの中で、まあ、最大の特徴として、ちょっと進展の方はまだわからないんですけど、おそらく、できるとは思いますが、中崎町時代は店内に縫い場がありまして、工房みたいなところがね、そこで縫い子さんもおられて、そこで店内で A リサイズとかリメイクができるというような、構成をされてましてね、そこで、古着に新しい魅力を持たせたりとか、直して長く着れるようにしたりとか、そういった提案もされていました。さらにですね、京都紋付と、タッグを組まれて、黒染めをされてました。まあ汚れちゃった服とかね、全部黒染めして、まあ色に飽きたりした服とかもね、全部黒に染め直してもう一回、着れるようにね、まあ長く着たり、また新しい魅力をそこに、生み出したりとか、されていました。イベントとして、藍染めのイベントもされてましたし、そうした、いろんな手法とか技法を使って、洋服を古着をアップサイクルするというような、ことを、チャレンジされていました。でそういった提案をされていることが、まあ、ユーズドを拡張する進化型古着屋という名前の由来になっているとこかなと思います。また最近ではその古着屋さんを展開するだけではなくて、この間先日ですね、まあ、12月入ってからかな、京都の古着屋の、ポータルサイト、アウトイン京都という、サイトも、できたんですけど、それを主導されたのもスピンさんというか、森の、ディレクターをされている井垣さんという方が、まあ、編集長になられて、京都の、まあ、自分たちのお店だけではなくて古着業界全体をこうして、プッシュしていこうというような動きもされてましてね、非常にこう意欲的に新しいことにチャレンジされていて、なんていうんですかね、まあ、次世代を見据えた、古着の次の世代、次の時代を見据えたような、動きをされているのも特徴的で、まあ、個人的にもすごく注目しています。そうしたユーズドを拡張する進化型古着屋というのが、明日、京都の新京極河原町のと、ね、スーパーホテルというところの1階に入ります。またお店の詳細、住所とかね、そういったものは概要欄に貼っておきますんで、そちらから見ていただいて、明日河原町で、古着を見に行っていただけたらと思います。ということで、今日は長崎町から京都の河原町に、移転されるユーズドを拡張する進化型古着屋森の
紹介をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。